本のプレーについて、左右のレーンに落ちてくる音符が赤い線に来たところで鍵盤やターンテーブルを操作します。白い音符の時は白い鍵盤、青い音符の時は黒い鍵盤をタイミングよく叩きます。赤い音符の時はターンテーブルを操作します。タイミングよく左右どちらかの方向に回してください。タイミングが合っていればいるほど高得点となります。長い音符について、鍵盤の長い音符の時は音符の最初が赤い線に来た時から鍵盤を押しっぱなしにして、音符の最後が赤い線に来た時に鍵盤を離します。ターンテーブルの長い音符の時はターンテーブルを同じ方向に回し続けてください。回し続ける方向はどちらの方向でも構いません。音符の最後が来たらターンテーブルを素早く逆に回してください。特殊な長い音符について、長い音符の中には通常と色の異なる種類もあります。この長い音符は鍵盤を押しっぱなしの時にはグルーブゲージが上がり続け、押していない時には下がり続けます。鍵盤を押していない状態でも再び鍵盤を押しっぱなしにすることでグルーブゲージを上げることができます。ターンテーブルの長い音符の時も鍵盤と同様にグルーブゲージが増減します。ステージクリアについて、プレイするタイミングが合っていると下のグルーブゲージが上がっていきます。グルーブゲージが赤に届いている状態で曲を終了するとステージクリアです。タイミングよくプレイしてステージクリアを目指しましょう。